そもそもラジオ。この番組はこれからの生き方の著者である北野英雄がお送りするキャリア論やそもそも論についてぬるく考えるラジオです。今日はフィードバックをもらうべきタイミングとはという話をしたいなというふうに思っています。で、何かねサービスを作るにしても、あるいは自分がキャリアをですね、アップさせていくにしても、やっぱりフィードバックをもらう、先輩とか周りの人からですね、何かこう意見をもらうって、耳が痛い時もあるんだけど、笑わないといけない時もあるじゃないですか。で、そういう僕なりのですね、調査とかフィードバックへの向き合い方みたいな話をお話したいなというふうに思っています。で、今日のですねお話を聞いていただけると、今から何かを始めようとしている人や、あるいはこれからですね成長していきたいというふうに思っている、向上心の強い方には、ちょっと耳が痛いかもしれないんですが、でもですね絶対役に立つ話になっているんじゃないかなと思っています。お楽しみください。はい、ということで、そもそもラジオ始まりましたが、皆さんお元気でしょうか。最近ね、ちょっとなんかこう曇り模様とか雨の日が続いてますよね。なんか続いてるのかな。収録の僕がですね、これを収録してるときは雨の日が続いてるんですけども、皆さんね、お元気にされてますか。やっぱりリモートワークとね、プラスでこう雨とか続くと、やっぱりセロトニンがね、出たセロトニンって感じですけど、セロトニンが少なくなっちゃうと思うんで、太陽に浴びたりとか運動したりとか、そういうのはすごく大事なのかなと思って、僕もですね、毎日やっております。そもそもラジオもね、皆さんにとっての、なんというかな、落ち着きながら勉強できる、そういうカフェをですね、イメージしているので、気楽にですね、学んでいただけたらなというふうに思っています。で、今日はですね、フィードバックをもらうべきタイミングとはという話で、調査ってありますね。調査とか、アンケート調査とかですね。で、あるいは誰かから、フィードバックをもらうとかっていう話なんですけど、これ、どういうタイミングでもらうかって結構重要だと思うんですよ。で、よく世の中ではですね、事前の調査をしましょうと。本当に新しいサービスとか何かをするときに、それがユーザーにとって本当に必要かどうかっていうのを事前に調査しましょうっていうヒアリングがあったりすると思うんですよ。ね、意見があったりすると思うんですよ。でも、僕が思っているのはですね、事前の調査よりも満足度調査の方が絶対重要だなっていうふうに思っていて、この話をですね、ちょっとしたいなというふうに思っています。で、そもそもなんですけども、僕はですね、結構満足度調査っていうのをすごく大事にしていて、何かサービスとか、何かですね、会社の中でも何かやった後ですね、どうでしたかと。で、どういうふうに、思いましたかとか、何かさらに改善するにはどうしたらいいと思いますかみたいなのを結構取るんですね。で、もうちょっと身近な例で言うと、Amazon のレビューみたいなイメージがわかりやすいと思うんですよ。実際に買った人のですね、買った人の Amazon レビューとかって満足度調査に近いものだと思うんですけど、僕は何かを作り上げていく際に、この満足度調査の方が事前調査より重要だなと思っていて、で、なんでかというとですね、事前の調査ってやっぱりよく言われるようにですよ、自動車がない時代に、自動車必要ですかと、馬だった時代ですね、馬車だった時代に自動車っていうものがあるんですけど、必要ですかって聞いたら、ほぼ 100% いらないって多分言った。でも、実際自動車ができたらすごくみんな使ったっていう話があると思うんですね。やっぱり事前調査の弱点っていうものは何かを始める際の、やっぱりよく分かってないっていうことだと思うんですよ。っていうかですね、なんなら顧客よりも自分の方が解像度が高くなければですよ。何かに関して秘伝のタレを持ってなかったら、それって価値がないっていうことなので、だからインタビューしたりとかヒアリングすることによって何かこう見つけるっていうものは結構難しいなっていうふうに思っていて、一方で満足度調査、一回なんかプロトタイプでも何でもいいんですけど、やってみてどう思ってますかとか、もっと良くなるためにどうすればいいと思いますかみたいなアンケートは実際に使ってくれた人だと思うので、その満足度調査ってのはすごく大事にしてます。で、例えばなんですけども、例えば研修とかやるにしてもそうですし、あるいはそうだな、もちろんプロダクトとかね、新しいものをやるときとかも、その実際に使ってもらった人に対するアンケートとかサービス調査っていうものは結構大事にしてるんですね。例えばライブとかをやったりするんですけど、 YouTube を使ったライブとかを今5ヶ月から金曜日で働いてる会社でやったりするんですけど、そこから発生する自然な口コミとかですね、例えば Twitter の感想とか、そういうものが一番自然なものだと思うんです。
ですけど、まあ、そういうのをですね、やっぱり見たりしますね。で、あ、なるほど、こうやって使ってんだなとか、あ、こういう感想を持つんだなとか見ると、やっぱりそのサービスへの満足度ってすごくわかるし、なんか価値があるなっていうふうに思うんですよ。で、ブラッシュアップしていくっていう。やっぱりサービス作りとか何か本作りとかもそうだと思うんですけど、面白さって、本当はやっぱ磨き上げていくっていう、育てていくっていうことが一番楽しいことだなっていうふうに思っていて、というかそれをですね、楽しみに覚えられる方が、なんか、サービス作りと何かを作るときって、なんか、楽しむためのコツだなっていうふうに思っていて、で最近ですね、まあ僕はこの YouTube でも何度も何度も言って申し訳ないんですけど、始めたオンラインサードプレイスショーズっていう、コミュニティがあるんですけども、そのオンラインサードプレイスショーズでも、アンケート、満足度調査みたいなのをしてみたんですね。で、回答率がですね、まあ会員のですね、まあ 60% ぐらいのメンバーが回答してくださって、で正直ですね、まだまだ改善できる部分、僕自身がですね、改善できるなって思う部分はたくさんあったんですね。で、むっちゃ役に立ったんですよ。で、何に役に立ったかなっていうふうに思うとですね、やっぱり改善するために、より良くするために、すごく役に立ったなっていうふうに思っていて、で、その改善するために役に立つっていう観点の一つっていうものはやっぱりですね、自分が気づいてなかった楽しみ方とか、自分が想定してなかった魅力とかっていうものを、やっぱりユーザーというかですね、使っていただいている方、楽しんでいただいている方から学ぶことってものすごくあるなと思ってて、で、二つあって一つが、やっぱりシンプルに自分たちがやってることの価値、何のためにやってるのかっていうのを再確認できるっていうのが一つですよね。で、これはやっぱりもうすごくわかりやすいと思うんですよ。例えばサービスって何でもいいんですけど、そうですね。まあ、お薬とか医療の仕事であれば、やっぱり満足度のアンケートを取れば、ああ、自分たちがやってることがこうやって患者さんの生活に寄り添って、でその先の患者さんの人生に対してポジティブに影響を与えてるんだなって、やっぱり自分たちが何のためにやってるのかっていうのが、やっぱ再確認できるっていうビジョンとかですね。で、人ってやっぱ働いてると、途中でやっぱ何のために働いてるのかって分かりづらくなったりとか忘れちゃったりするじゃないですか。それが一つですよね。で、もう一つがですね、あ、こういう楽しみ方あるんだなっていうふうに気づけるっていうのがやっぱ大きいと思っていて、で、プロダクトとかサービスのですね、開発、改善の、なんかこう、まあ、参考になるなと思っていて、例えば、そのさっき言った、ショーズでですね、取った、満足度調査で言うと、まあ、ある方がですね、山口さんという方が、こう書いてくださったんですね。最初は、北野さんの頭の中を見てみたいのと、01を作る過程を見てみたいとの思いで参加させていただきました。実際、いろんな会に参加させていただく中で、両方とも叶えていただけていると思っております。で、参加させていただく中で、いろんなバックグラウンドの方々が集まっていても、お互いを思いやって動いているところに感動しましたっていうのを書いてくださってて、まあこれもやっぱり、まあ前半はね、想定通りの使い方とか楽しんでいただき方なんですけど、後半はやっぱりこう、いろんな人が集まって、でもそれでもお互いを思いやって動いているところっていうものを感動するみたいなのは、やっぱり想定を超えてる楽しみ方だなというふうに思ってたりするんですよ。あるいは、まあ、これもですね、同じアンケートの中で辻元さんという方が書いてくださってるんですけど、まあ、僕と同じ40代の方に勧めたいと。で、40代にはこれからの生き方に迷っている人が多いと思いますと。そんな人が先輩から学ぶことは少ないと思っていますと。で、まあ、いろいろあって。で、実際、ショーズに参加して1ヶ月程度ですが、ぐっと大きく価値観が変わりつつあることを実感しています。そして、それは先輩や同年代の人から学んでいるときには変わることのなかった部分ですっていうふうに書かれていて、で、逆にですね、僕たちの下の世代から見ているこれからの生き方からは学べる、隠れるアイデアがいっぱいありますって書いてくださってて、僕はですね、正直このサードプレイスを始める際に、まあ30歳前後ぐらいから20代ぐらいがメインかなというふうに思っていたらですね、意外とですよ、意外とめっちゃ40代の方とか50代の方の満足度がすごい高いんですよね。刺激になるって言って。で、こういうのってやっぱりやってみないとわからないですよね。だからこういう満足度調査っていうものは、なんかそういう、あ、こういう楽しみ方があるんだっていうことを教えていただく、すごくいい機会だなっていうふうに改めて思いました。
はい、ということでですね、今日は事前よりも事後、フィードバックをもらうべきタイミングとはという話をしました。面白かったらチャンネル登録をお願いしたいです。というか必ずチャンネル登録お願いします。以上、そもそもラジオでした。また会いましょう。さよなら。